それではフォーさん、話の続きは現物が到着してからということだ。いつもいい取引をしていただいて、先生には感謝していますよ。お気になさらずに、フォーさんは大切なお客様です。それにしても今日の先生はとても嬉しそうだ。何か吉報でも？別件の方で予想外の事態が重なりましたね。次の手を考えるのがなかなか面白い。めったにないことで新鮮に思えるのですよ。おほう、予想外の事態。君子の胸中、精進には知りがたしが、わしなら先生のように笑って済ませてはいないでしょう。これは恐ろしい。フォーさんの逆鱗に触れぬよう私も注意しますよ。久しぶり。元気だったか？ほら、この前来た時に見せたやつ。自分で言うのもなんだけど、なかなかの出来だと思うよ。どうして何も聞かないの？ん？ここに来たってことは、もう心の整理はついたんだろ。俺に言うことはないよ。そんなことよりさ、それ俺もまだ試してないんだ。よかったら弾いてみてよ。私これ本戦の舞台で使ってもいいかな？いや、俺は構わないけど、慣れるまで時間ないぜ。なんか嬉しい言葉聞いちゃったな。よし、そういうことなら遠慮なく使ってよ。ありがとう。私大切に使うから、何かお礼ができればいい。お礼と言ったか？お礼なら、ふっふっふ、お嬢さんの唇で。なっ、あなたがしたいなら私は別に構わないけど。え？でも一つだけ教えて。フィルは私のこと本当に好き？うん、好きだよ。真面目に。あなたに怒ってばかりだし。そんなの関係ないよ。俺はそういうシャルが好きなんだ。なんだい？
は好き。うん、じゃあピロ、じゃあ俺たちは両思いだね。すみません、どこの国から来られました？日本ですよ。娘たちにせがまれて、いろいろな場所を回っているんです。仕事が一段落したので、まあ、息抜きを兼ねて。この町には、やはり音楽祭を目当てに。そうですね、期間中たくさんのコンサートが予定されているし、この時期に催されるのは珍しいですから。いい機会ですよ。この子たちに音楽の素晴らしさを知ってもらうために。最終日にはカルテットコンクールも開かれますが。それは面白そうだ。ぜひ見に行きたいですね。音楽祭の開幕に賑わう街角から、レポーターのミハイル・フィッシャーがお届けしました。ご苦労だった。スポンサーは何と言っていた？これからも同様によろしくと。ゲスが。それで君も楽しんだのか？誰とも知らない男に手を握られて、肩を抱かれながら微笑んだのか？そんな違います。私には先生だけが。どうしていつも君たちはそんな風に。先生は私の世界に意味を与えてくれました。それだけで十分です。私には他に何もいりません。先生は先生のお考え通りになさってください。ソフィア。フィル、緊張してるの？まあ少しだけ。昨日すごいもの見ちゃったし。ソフィーの映像。あなたの気持ちわかるわ。私もソフィーに初めて会った時驚いたから。彼女とも仲良かったんだよな。私たちは私たちの理想。
審査は順調かね。おやおや、意外ですね。こんなところでお目にかかるとは。お父さん。そう呼ばれるのも15年ぶりだな。申し訳ありませんね。しばらく海外を活動の拠点にしていたもので。今日のあの子の演奏はどうだった？ああ、ご安心ください。本線に進むのは確実ですよ。あの演奏ならそれなりの商品になる。目をつけたプロモーターも少なからずいたという話ですから。金や審査は関係ない。君自身の感想を聞きたいのだが。私自身の意見？これは実にナイーブな質問だ。金や審査の絡まない私の意見に何の価値があるんです？話をそらさないでほしい。わしは君の本心を聞いているのだ。あのレベルの演奏家ならどこにでもいる。それが私の本心ですよ。あの子の演奏は昔の君そっくりだよ。温かく人を勇気づける。だからといって何だというのです。今さら私が父親と名乗り出ろと。バカバカしい。それで一体私にどんな利益が。愚かな男だ。自覚してますよ。今年もこの栄えある舞台の上には過酷な予選会を勝ち抜き将来を嘱望された若き演奏家たちが。ご家族や先生方の期待を一身に背負いつつ明日のコンクール本選へと駒を進めるわけですが。たるいな。どうしてお偉いさんのスピーチはこうダラダラと無駄に長いんだか。まったくです。これではダンスの時間がなくなってしまいます。ああ、そんな時代錯誤な催しもあったの。シニーナさん一体何をしにいらしたのですか。何言ってんの。高いご飯を食べるため。あれ、どこ行くんだ、シャル。踊らないのか。そんな暇ないわ。ソフィーに聞きたいことがある。聞きたいこと。ずっと知りたかった。なぜソフィーが音楽院を辞めたのか。それから、先生は本当に。いや、でもよりによってこんな時にさ。うるさいわね。
何よりこんなに可愛いし。ありがとうございます。デビューの日が楽しみだね。きっと大評判になってすぐにお金持ちになれるよ。ソフィーちゃん、お金困ってるんでしょ。そんなに緊張しなくてもいいんだよ。僕はソフィーちゃんの大ファンなんだ。嫌な思いなんて絶対させないんだから。それじゃソフィーちゃん、素敵なところに連れてってあげるよ。シャルロット。おいおい、誰だか知らないけど邪魔しないでほしい。これから僕たちはデートなんだよね、ソフィーちゃん。デートって何？ほら、もういいだろ。そこ通してくれ。待ってください。私、その子にお話があって。うるさい子供だな。なんで僕が待たないといけないんだよ。さっさとどけって。まったく最近の子供ときたら。うお、あすいません、ついつい手が滑っちゃいました。貴様。あはは、すぐに拭きますから。ソフィー、今のうちにこっちへ。でも、どこに行く気だね。どうやら審査委員長殿は大変ご立腹のよう。私としては機嫌を直していただく。お金や仕事が大切なら、あなた一人でやればいいじゃない。どうしてソフィーを傷つけるようなこと。違うんです、シャルロット。あれは私が望んだことなんです。だから、だから。疲れたね。みんな大慌てで面白かった。スーファさん、のんきすぎだよ。あの審査員の人には恨まれちゃったし、きっと明日の決勝大変だよ。ごめんなさい、みんな。私のせいで。あ、それは違うよ。私も話を聞いて腹が立ったの。先輩は悪くないよ。私、あの時どうしたらいいかわからなくて。ソフィー先生、どうしてこんなことになっちゃったんだろう。
シャル、演奏しようぜ。え？もやもやした時にはさ、思いっきり弾くのが一番。それで頭がすっきりしたら、いい考えも浮かぶって。シャルロット、ほら、あなたのバイオリン。そうそう、みんなが幸せになれるような演奏をさ。だから、みんな、分かったわ。よかった。それじゃあ早速。そろそろ時間だぞ。ん？子供みたいな寝顔をして、まったく幸せな連中だよ。行ってきます、先生。形式だけで結構ですので、お荷物のチェックを。失敬な。私は上院議員だぞ。手を離したまえ。申し訳ありませんが、規則ですので。大丈夫かな。お兄ちゃん、肝心なところでヘマする人だから。はっ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 は。今回は4人の共同作業だ。いくらあいつでもそれほどの無茶はできないだろうよ。でもお兄ちゃんはお兄ちゃんだし、心配だな。おや、また君か、小さなお嬢さん。私に構わないでくれと何度言えばわかるのかな。先生、いいえ、アリウス・ロッシ、私たちと勝負してください。お、何を言い出すかと思えば。勝負してどうするというのかね。もし私たちの演奏が一番だったら、もう二度とソフィーにあんなことさせないで。あれほどの騒ぎを起こした君たちが正当な評価を得られるわけが、先の見えた勝負だ。他の審査員なんて関係ない。私は音楽家マリウス・ロッシに挑戦しています。先生自身の意味で判断してほしいです。受けて
丈夫か？行っちゃった。これで先生ちゃんと聞いてくれるよね？もうこれで後戻りできないな。うん、分かってるわ。探したよクラリサ。あら、審査員席は反対側のはずですが、なぜこんなところに？好奇の視線に耐えられなくてね。夕べの騒ぎがよほど面白かったらしい。みなスキャンダルが大好物の連中だ。らしくないですね、あなたが他人の目を気にするなんて。気にするさ。私は繊細な心を持った芸術家でね。まあそれが半分。残りは？さあね、年のせいかな。ただの聴衆の一人になりたくなった。素晴らしい演奏です。彼女また腕を上げましたね。そうだな、完璧な技術の奥に作り物ではない本物の感情。それが無知無明な愚臭の理解が及ばなくても、彼女と私と神が認めるだろう。みんな本当にいいの？今ならまだやめられるんだよ。何弱気になってるの先輩。うん、行きましょうシャルロット。ユニ、スーファ。確かに引き返すなら今しかないね。でも行こう、俺たち自身も信じようぜ。うん、みんな行こう。この3ヶ月の努力の成果、私たちの全部を出し切ろう。しかしいい曲じゃないか。わしは気に入ったよ。あなたの曲ですね。これは何なんだ。私に対する当てつけか。なぜ今頃こんなものを引っ張り出す。恨みや当てつけでこの演奏ができますか？それはあなたも分かっているはずです。勝負ではなった。ごちゃごちゃと私がそんなものに。あの子たちはこの曲が好きで、そしてあなたに聴いてほしいと願った。ただそれだけです。信じているんです。この曲が何かを変えてくれる。音楽は人の気持ちを変えることができる。あの子たちのそんな思いを私は美しいと思いますよ。
なたを。こんな気持ちで音楽だが散々だったな。そんなの当たり前でしょ、曲が違うんだから。だけどいい曲だったし優勝できると思ったのにな。だからそういう問題じゃないの。私たちは決まりを破ったんだから仕方ないわ。世の中にはルールがあるのよ。それじゃあシャルは後悔してる？するわけないじゃない。誰がなんて言おうと今日の演奏は最高だったと思うし、自分が参加できたこと誇りに思うわ。うん、俺もそう思うよ。では二人とも待たせたね。クラリサ先生、人はなんて。うん、伝言を預かってきたよ。心の準備はいいかな。はい。練習不足、音がバラバラ、感傷的すぎ、とても高い点数はつけられない。しかし心を奪われる演奏だった。それは認める。素晴らしい音楽だった。私も負けない。約束を守る。成長したな、クライネン・メイチュン先生。伝言は以上だよ。した二人とも気が抜けたような顔して。そりゃなあシャル。うん、you
今日はここまでです。来週のレッスンまでに今日の部分おさらいしておいてね。あれ先生、あさってはお休みですか？ごめんなさい、どうしても外せない用事があるの。ああ、前に言ってたコンクールですね。それじゃあ仕方ないですね。先生、頑張って。した。もう、あなたって人は。自分を信じてどこまでも歩いていけるから。